パビーヤ。パビーヤは、イタリア共和国ロンバルディア州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約7万3千人の基礎自治体、コムーネ。パビーヤ県の県と、ミラノの南約30キロメートル、ポー川との合流点にほど近いティチーノ川の下半に、ある、この都市には、東ゴート王国やランゴバルド王国が首都を置いた。中世においては、 イタリア王権の首都とみなされており、神聖ローマ皇帝は12世紀に至るまでイタリア王としての戴冠式をこの都市で挙行した。1361年に設立されたパビーア大学を中心に学問の風土を持つ歓声な都市である。日本語文献ではパビーアのほかパビアなどの表記もなされる。ローマ時代にはティキヌムの名で呼ばれた。 ラテン語では後にティキノムパピーア、あるいは単にパピーアと呼ばれるが、これはおそらくローマ教皇と関係している。パピーアが点火し、イタリア語名、パビーアとなった。ロンバルニア州の南西部に位置する都市で、ミラノから南へ 31km、ピアチェンツァから、西北西 45km、アレッサンドリアから、北東へ 53km の距離にある。 パビーア県の中では、北東部にあたり、郊川、主流 TG の川の左岸、北岸に市街が広がっている。地域は、約63キロメートル。隣接するコムーネは、以下の通り。パビーアは、古代には、ティキヌム、と呼ばれ、同盟のティキヌム川、現在のティチーの川の下半に位置していた。ローマ帝国の下では、俗州ガリア・キサルピナに属する重要な軍事拠点。 カトルムでムニキピウムとなった。その歴史はローマ以前に遡り、ダイプリニウスはリグリア人の二つの部族、都が築いたと記しており、プトレマヨスはインスブリア人に返している。ローマの都市は紀元前218年、執政官プブリウス・コルネリウス・スキッピオによって築かれた小さな平営として始まった。これは当時、ポーヘイゲンに築かれた ローマから最も離れた軍事拠点であった。当時ハンニバルがアルプスを越えてイタリアに侵入したと噂されており、その進路を偵察するためにティキヌム川に木製の橋が架けられ、その防衛のために兵衛が作られたのであった。ローマ軍とカルタゴ軍は間もなく衝突。ローマはハンニバルによって最初の大敗を喫し、失勢感も過労じて戦死を免れたティキヌスの戦い。 橋は焼き払われたが、いかなる理由か平営は、第二次ポエニ戦争を通じて残り、やがて平営都市として発展することになる。紀元前187年、アリミヌム、現在のリミニからプラケンティア、現在のピアチェンツァまでのエミリア街道が開かれた。ローマの交通路は、プラケンティアでポー川を渡って分岐し、メディオラヌム、現在のミラノ、ティキヌムにそれぞれ至っており、都市は、 重要度を増した。ティキヌムから北西への交通路はさらにラウレルム、現在のロメロで分岐し、一つはベルケラへ、現在のベルジェリを経由し、エポレディア、現在のイブレア、アウグスタプラエトリア、現在のアオスタ方面に至り、もう一つはアウグスタタウリノヌム、現在のトリノ方面と結ばれていた。476年、西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルス、在位。 四百七十五年から四百七十六年が退位して西ローマ帝国に終焉をもたらしたのはこの都市においてである以下都市名をパビーヤで表記する。ロムルス・アウグストルスは一般に西ローマ帝国最後の皇帝とみなされる。その父フラビウス・オレステスは四百七十五年に皇帝ユリウス・ネポスを廃しラウェンナにおいて自らの皇皇帝につけた。 ロムルス・アウグストゥルスは父親の9月に過ぎず、その知性で実権を掌握していたのはフラウィウス・オレステスに他ならなかった。ロムルス・アウグストゥルスの即位から10ヶ月後、フラウィウス・オレステスの部下であった東ボー族の将軍、オドアケルに率いられた兵士たちは反乱を起こし、パビーアにおいてフラウィウス・オレステスを殺害した。オドアケルの軍勢はパビーアに火を放ち、多くの建物が 怪人に返した。イタリア王となったオドアケルは、財源を確保するための税をパビーアに五年間課した。父を失ったロムルス・アウグストゥスは無力であった。ロムルス・アウグストゥスが殺害されることはなく、西ローマ帝国の終焉が皇帝によって宣言され、オドアケルが新たな王国の王となると、オドアケルは、年額ソリズス金か六千枚の年金をロムス・アウグストゥスに与えた。 オドアケルのイタリア王としての知性は長く続かなかった。488年、テオドリック王に引きられた東ゴート族がイタリアに侵入、オドアケルと先端を開いたのである。5年にわたる戦いを経て、493年3月15日、両王の和議のための演説でオドアケルは暗殺者の手にかかった。北部イタリアを中心に建国された東ゴート王国では、 テオドリック王がいくつかの都市で大規模な公共建築物を建設する復興拡張事業を進めた。パビーヤもテオドリック王に選定された都市の一つである。テオドリック王が建設した巨大な宮殿群には、後にランボバルド人の君主が暮らすこととなった。テオドリック王はまた、ローマ様式の円形劇場や公衆浴場を建設した。7世紀のパは、 東ローマ帝国領外のヨーロッパ世界において公衆浴場が機能した数少ない場所であった。テオドリックの治世末年にはキリスト教の哲学者で恐怖の一人ボエティウス・パビーヤの教会の一つに投獄され522年から525年処刑された。ボエティウスはパビーヤでの投獄中に哲学の慰めを表している。パビーヤは535年に始まる。 東ゴート王国と東ローマ帝国の戦争、ゴート戦争において重要な役割を果たした。540年、東ローマ帝国の将軍ベリサリウスは、東ゴートをウィティギスを降伏させ、東ゴートは多くの領土を失ったが、パビーアは東ローマに対する東ゴートの最後の抵抗の中心地であった。東ゴートの指導者たちが降伏した百四十年以後も、 パビーヤやベローナに駐留していた1000人以上が東ローマ帝国による支配との対決を選んだ。東ゴートの戦士たちはパビーヤを要塞化し曲折を経ながら最終的に561年まで戦いが続いた。568年イタリアに侵入したランゴバルド人のために東ローマ帝国のイタリア半島支配は長く続かなかった。ランゴバルド人たちを率いるアルボイン。 アルボイーノ王は、後に、ランボバルド人最初のイタリア王となった。アルボインは、多くの領土を手に入れたが、569年、その成功は要塞化された都市パビーヤによって、妨げられた。その100年以上後に書かれたパウルス・ディアコヌスの、ランボバルド氏は、この時代の状況を伝える貴重な資料の一つである。この時、ティキヌム、パビーヤの町は、勇敢に抗戦し、 ランゴバルドの軍勢が西側から迫る中で3年に及ぶ行為に耐えた。アルボインはトスカーナでも兵士を追い出し財産を手を収めたが、ローマやラベンナ、そして海岸沿いにある要塞化した場所のいくつかは例外であった。ティキヌム攻略戦は572年にランゴバルドがパビアを陥落させて終了した。その戦略的な立地と東ウォートが残した。 宮殿軍の存在によって、パビーアには620年代までには、ランボバルド王国の主要な首都が置かれるようになり、あるいは、ランボバルド人の支配者たちの居所となった。クレイフィ、王、在位、572年から574年死後の、公たちの時代、574年から584年と呼ばれる、諸行拡挙の時代には、フリウリ公、ザバンがパビーアを収めた。 ランゴバルド人の統治したパビーヤには多くの修道院、二層院、教会が敬験なランゴバルド人支配者たちによって建設された。初期のランゴバルド王たちはアリウス派のキリスト教徒であったがパウルス・ディアコノスなどの同時代の資料ではアリウス派支配者もカトリック教会の信仰に寛容であったと記されており690年頃までカトリックとアリウス派が共存していた。 ランゴバルドの王族や貴族たちは、彼らの信仰心と共に、豊かさを示すものとして、修道院、二層院、教会を建てた。多くの施設は装飾され、また多くの場合、教会内に、個人の墓が作られた。例えば、パビーヤのサンブロージオ教会を建設したグライムルドは、その教会内に埋葬されている。ベルタリード王、在位、661年から662年。 六百七十二年から六百八十八年、及びその子の国ペルトを在位。六百七十九年から七百年は、その知性において、パビーアに、二層院と教会を建た。ランゴバルドの教会はしばしばその設立に関わった、人物の名が付けられた。例えば、サンマリアテオドラ聖堂などである。パビーアにあるサンミシェル・アラプスターラ修道院は、 ランゴバルド王の王立修道院であった。ランゴバルド王がパビーアに建設した教会で最も著名なものの一つがサンピエ・トロイン・チェルドーロ教会である。この教会はリュート・プランド王在位712年から744年によって建築が命じられリュート・プランド王の墓所となりまた二人の著名なキリスト教徒の墓が移された。サンピエ・トロイン チェルドーロ教会の建築においては、リュートプランド王の足の長さが単位として用いられた。サンピエトロイン、チェルドーロ教会に移送された最初のキリストと著名人は、ボエティウスで、聖堂のクリプトに埋葬されている。もう一人の著名人で、教会内に最も大きな墓が作られているのが、聖アウグスティヌスのものである。アウグスティヌスは5世紀前半に活動した北、アフリカ出身の著述家で、 キリスト教の聖書解釈に大きな影響を及ぼし、恐怖とみなされる一人である。アウグスティヌスの墓は1695年10月1日、サンピエトロイン、チェルドーロ教会の床の敷石の一部を取り換える、作業を行っていた職人たちによって、再発見された。リュート・プランド王は敬虔なキリスト教徒であり、他のランゴバルドの王たちと同様、 聖人たちの聖遺物の収集に情熱を傾けていた。もともとアウグスティノスはサルデーニャ等のカリャリに埋葬されていたが、イスラム教徒、サラ先人ンンの手に届かない安全な場所に移すため、リュートプランド王は多大な労力を払ってパビアまで移送したのである。743年に封建されたリュートプランド王が築いたサンピエトロイン、チェルドーロ教会が、 当時のままの姿をとどめるのはごく一部である。皇人の屋根にはもともとモザイクで装飾されていたが、これは、ランゴバルドの教会をモザイクが装飾した最初の例である。今日では近代的な教会となっており、創建当時の姿を見ることができるのは皇人周辺のみである。ランゴバルド人たちは典型的なロマネスク様式で教会を築いたが、パビーアにおいて当時の姿を 最もよく残しているのは三味敬礼のバシリカである。ランゴバルド王国の首都であるパビーヤは7世紀後半には彼ら独自の貨幣を発行する中心地であった。貨幣にはランゴバルドの王の肖像がその権力と富を象徴するように刻まれた。都市パビーヤはランゴバルド王国とフランク王国のカール一世、カール大帝。 シャルル・マーニュの戦いで重要な役割を果たした。773年、シャルル・マーニュはランゴバルドに戦線を布告、アルプスを越えて、北部イタリアに侵攻して、ランゴバルドのデシデリウス、王、在位、757年から774年を打ち破った。773年秋から774年6月に、かけ、シャルル・マーニュはパビーヤ、ついでベローナを行為。 ランゴバルドの権力中枢を下すと、ロンバルド王国北部の城西都市の抵抗を速やかに鎮定した。パビーヤは620年代からランゴバルド人たちの公式な首都であったが、イタリアにおけるランゴバルド王国終焉の地ともなったのである。勝利とともに、パビーヤに入場したシャルルマーニュは、かつてのパビーヤ王国の領域の王として自ら、退官した。ランゴバルド王国とその北部領域は、 以後フランク帝国を構成する両方となった。一方、ランゴバルド王国の南部領域にあったベネベント公国は比較的独立した自治領域であったためにその後数世紀存続した。フランク王国が分裂を経て中世イタリア王国となり、新世ローマ帝国の一部とみなされるようになった後もパビーアはイタリア王の国家の首都として認識された。 神聖ローマ帝国の創始権が失われる十二世紀まで、パビーアでは、ロンバルディアの鉄王館によって、イタリア王の戴冠式が行われていた。八百八十九年から九百五十五年にかけて、幾度か、パビーアは、ハンガリー人の信仰を受けて炎上している。千四年には、皇帝ハインリヒ二世は、イタリア王への戴冠に反対するパビーア市民による、放棄を打ちられ、 形で鎮圧している。12世紀、パビアはコムーネとなり自治権を獲得した。中世イタリアを特色づける強硬派、ゲルフと皇帝派、ギベリンの政治的対立においてパビアは伝統的にギベリン皇帝派に属しており、この立場はミラノとの対抗関係によって支えられていた。イタリアにおいて長らく失われていた帝国の影響力を 再び主張した新生ローマミカド・フリードリヒ一世に、大使、ミラノ率いるロンバルディア同盟は、皇帝への反抗の旗印となっていた。パビーヤはまた、ドイツの聖職者詩人、ゴリアールの一人アルキポイタが、1163年に、良い時間を過ごすのに適した都市であると言及したことで、知られている。その後数世紀、パビーヤは重要で活発な都市であった。 1329年、イタリア滞在中の皇帝ルートビヒ四世は、パビーア条約に調印し、かつて構想したアニルドルフ一世、1319年没の子孫による、臨休中白の地位継承を認めた。この系統は、プファルツ系ビッテルスバッハ家と呼ばれる。パビーアは、ミラノによる支配に対して反抗していたが、ついに1359年、 ミラノの領主であるビスコンティケに都市の支配者の地位を明け渡した。ビスコンティケ、後1395年に行為が認められ、ミラノ公国のもとでパビーアは学問と芸術の中心地となり、1361年にはパビーア大学が設置された。この大学は法学校を中心として設立され、多くの国の学生を引きつけた。 1525年のパビアの戦いは死の運命の分岐点となった。その時までに強硬派と皇帝派の間のかつての分裂は強硬と同盟関係にあるフランス派とスペイン王を兼ねる皇帝ル・あるイシジ派との間で争われることになった。バロア家とハプスブルク家の間で争われたイタリア戦争でパビアは自然と皇帝派、スペイン派についた。 パビアの戦いではフランス派が敗北し、フランス王フランスは一世が捕虜となった。この戦いはまた、ハプスブルク家、スペインによるパビーア支配の幕開けとなった。スペイン継承戦争により1713年以後、オーストリアがパビーアを支配し、これは1796年のナポレオン・ボナパルトによる占領まで続いた。1815年。 ナポレオン没落後に再度オーストリアの統治下に入ったロンバルド・ベネト王国。オーストリアによる支配は1859年の第二次イタリア独立戦争まで続き、イタリア統一を迎えて1861年にイタリア王国に統合された。パビーアには以下の分離集落、フラツヨーネがある。パビーア圏はワイン、米、穀物などの農産品で知られる。 肥沃な農業圏である。パビーヤ市の郊外には工業地区も発展している。パビーヤ駅はミラノイコールジェノバ線の最初の開業区間の駅として1862年に開業した。駅は4つのローカル線の始発駅となっている。パビーヤはミラノ近郊鉄道の運行区域に含まれており、ミラノとを結ぶ S13 線が30分ごとに運行されている。 死の西方を走るアウトストラーダへ7から A53 が分岐し、パビーアに接続している。A54 市の西側を南北に走る。以下の文献は翻訳元、英語版に載せられているものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。